せていただきます。こんにちは、なごふかです。今回は最近の購入品を紹介していきたいと思います。この間のパリだったり、夏のセールだったり、ちょっと展示会でつけてたものだったり、いろいろあるので、みんなとね、一緒に開けたいなと思って、まだ開けてません、全部。よかったら最後まで見ててください。それではスタート。今日のお洋服はマイネから出る新作です。なんか左右のバランスが若干なんですが違ったりして、でこれは色もここが違ったりして、グリーンを着てます。すいません、下はヨガウェアを着てます。ちょっとヨガをしてて。で今日のリップはクリオの13番。なんかほんのりピンクにも見えるし、オレンジにも馴染むオレンジリップです。こういうふわっとした時におすすめ。アイメイクとかも全部薄くして、これだけちょっとマットにするのがとっても可愛い。ディオールから出たフォーエバースキンパーフェクトスティック、これがファンデーションで、ディオール初となるスティックタイプのファンデーションで、この発表会に行かせていただいたんですけど、もうめっちゃ感動して、それからずっとこのファンで、なんか夏場とかは特に全顔っていうよりかは日焼け止め塗ってある程度保湿はもうされるから、これで部分的の方が薄付きに見えていいなと思ってて、もう全顔ファンデーションっていうよりかは部分的にファンデーション使いたいなと思った時に出会ったのがこれ。なんかカラーはもっとあるんやけど、私は 1CR を使ってます。このサイズ感やからバッグに持ち運んだり、これ直接こうやって塗ってもいいんやけど、私はこんな感じで手で伸ばして、ちなみにカバー力だけで言うと、このニキビとか伝わるかな、ここをポンポンポンとして、もう触った感じこんな感じでトゥルンっていう感じやけど、お肌にのせるとパウダーがいらないんですよ。サラッてしてるのがわかるかな、乗せるとすっごいサラサラで、なので本当にお直しにいい。カバー力もあるし、パウダーもいらないし、でちゃんと赤みも消してくれるのもいい。このファンデがとってもおすすめなので紹介しました。よかったら見てみてください。ちょっと馴染ませる、じゃん、マッシュで展示会行ってきました。ミースルエのお洋服が届きました。届いてよ、楽しみ楽しみ。あー、セットアップや、セットアップを購入しました。かわいい、いいね、うわ、いいわ、こういうの探しとったわ、よかった、買っとったんや、嬉しい。こちらのトップスとパンツもセットで買いました。着てこよう。ベルト付きのパンツ、マッシュの中でも結構大人っぽいブランドにするわ。生地が本当にいいのに、そんなに高すぎずで買いやすい価格帯なのも嬉しいポイントです。で素材がすっごい薄い、こういうなんかセットアップとかジャケットっぽい見た目の生地ってどうしても厚い感じがするけど、ちょっと透け感があるの分かる、すんごい薄い。で後ろが開いてます。着てこよう。ちょうどね、私ね今年のヌーブラをゲットしたので、ちょっと着けてみようかな。なんか何買ったらいいか分かんないよね、安すぎると落ちると不安やから。なんかね、7000円くらいするとこのちゃんとホールド感があるやつを今回買ってみました。今年はこの子に決めた。じゃん、着てみるとこんな感じ、すごい綺麗め。後ろがでも開いてて抜け感があったり、私は今白のタンクトップ着とるんやけど、ブラパッドにして全部背中出しても可愛いし、でも結構薄めな生地やから毎回アイロンはしないといけないなって感じやけど、座っただけでシワとかはそんなにならない。ここがデザイン性があったり可愛い。ここにスリットがあるから
ポケットに手通しやすかったりでね、見てパンツもゴム、見た目はすっごいカチッとしてるのにセットアップで、なのにすんごい楽。ベルトがついてました。こんな感じのブラックのベルト、ウエストがゴムやけどちゃんとベルトループがあって、こんな感じで、なのでウエストがゴムでそれでもでかいよとか低身長の方でも合わせやすいね。ここがアシメトリーになってる、さりげなく。せっかくベルトあるからこんな感じでゆるくインしても可愛いかも。いいね、可愛い。なんかこうやってデニム合わせでも可愛い。マネのデニムです。いいね、後ろが本当に可愛いの。だからこうやってあえてポニーテールとかしても可愛い。ちなみに背中を出して着てみるとこんな感じ。今ちょっと濡らしてみたけどね、グレーはやっぱり汗がちょっと分かりやすいかな、色が変わっちゃう。気になる方はブラックとかの方がいいかも。次はミニットで注文していたバッグが届きました。かわいい、夏用にこの大きいカバンでさっとどっか行くときにいいなと思って買いました。かわいいね。これも当たり前だけどニット生地でこうやって、あーかわいい、カラフル、結構サイズ感が大きめ、こんなに大きいの。タグまでかわいい。なんか旅行行くときとかさらっとお風呂行くときとか贅沢か。あと私はちっちゃいカバンが多いのでこんな感じで斜め掛けしてこうやって持つのがかわいいなと思って買いました。いいね、イエー、嬉しい。あのアニットは結構欲しいと思ったタイミングで売り切れることが多いので、なんかもう人気のハートアイテムとか、私も今年ハート買ったハートアイテムとか、こういう人気のアイテムはもうすぐ欲しいと思ったタイミングで買うのがおすすめです。かわいい、かわいい、韓国のブランドとコラボしたんやって。こんな感じで全部キャンドル。かわいい、おしゃれ。あ、ここにニットって書いてある。この石にキャンドルを乗せて、で他のやつも楽しめる。かわいいね。これ6000円台なのでギフトとかにもすっごい嬉しいね。これは1回の使用で4時間使ったらなくなっちゃうみたいで、2、4、6、7、7個入ってて、だから1週間楽しめるようなセットです。本当にギフトでもいいし、自分の、あのご褒美にもとっても嬉しいね。使うのが楽しみ。可愛くない？これ開けてさ、プレゼントで入って渡すのでも可愛い。めっちゃ可愛い、嬉しい。あとは獅子食いでこのラッシュガードを購入しました。これめっちゃ使える。なんか海とかこれからの時期焼けたくない時とか、このポコポコのラッシュガードすっごい使えます。ちなみにこのトップスは着替えたんやけど、マイネから出るブラカップがついたトップスです。すんごい使える。もう超安定感があるのでめっちゃおすすめ、みんなにおすすめしたい。もう本当に横から見ても安心感があっておすすめです。こうやって合わせるとすっごい良くて、で長さもちょうど良くて、アームホールがあって、私はこうやってやるけどチャックすると首まで覆われてて、なんか水着とかの時、寒い時さ、こういうのさらっとラッシュガードやから着るのがいいなと思って、なんかどうせ買うなら早めに買っていっぱい使おうと思って、結構早めの段階で注文しました。こんな感じ、良くない？首まで覆ってくれる。私はこれであのスパッツ履いてジム行ったり
してます。時間こんな感じで、フードもついとるから、こうやって、獅子食いはデニムとかもあって、デニムもめっちゃ使える。このポコポコ具合がブラウンとかもあって、めっちゃ可愛かったよ。獅子食いとってもおすすめです。すごいシンプルやけどデザイン性があったり、デニムがすっごい履きやすくておすすめです。見てみてくださいこれで出たことない外でもいいね夏はい、次はビオトープの T シャツ買いました。私ビオトープの T シャツがすごい好きで、2年前に買ったこの T シャツもうずっと着てて、ビオトープがコラボして毎年夏に出る T シャツなんやけど、これがすごい好きで今年はこれを購入しました。でも生地がちょっと違くて、2年前の方がちょっと分厚めかも。今年はなんかもう T シャツっていう感じで、こっちはガシガシシワつかずに使えたんやけど、結構生地が違ってシワが気になるかも。これなら今売ってます。可愛くない？1万円くらいでバンバン使える T シャツ、こんな感じで、サイズ感もちょっとオーバーで使いやすいの、とってもそういう時にまたまたこちらのさっきまで着とった黒バージョンとかを合わせるととても可愛い。 T シャツに飽きた時とかこういう感じでレイヤーしてあげるとまた違った印象になる。可愛くない？いいよね。ちょっと可愛らしさとか T シャツ感が苦手な方はこういう着方可愛いですうん、これにこうやってデニムとか合わせるとちょっと古着っぽくいいね。次はパリだったり東京で買ったバッグを開けます。まずミュウミュウだ、ミュウミュウのカバンデビューしました。開けてみよう。今年はバッグを断捨離したので新しいバッグを欲しいなと思って、じゃん、ブラウンがとっても大好きで、私ブラウンのバッグが、ブラウンのミュウミュウのバッグを選びました。肩掛けができるタイプ、嬉しい、はあ、いい匂い。こういう格好でもブラウンが差し色になったりして、このサイズ感、なんかこうやって持つんじゃなくて、みんな結構こうやって持つらしい。かわいい、いいやん。ここがシルバー金具がすごい好きで、でも結構最近のバッグゴールドが多くて、これもゴールドなんやけど、シルバーなのが嬉しくて惹かれました。でヴィンテージっぽい加工になってるのもかわいい。なんか黒っぽいカラーと迷ったけど、こんなのバレンシアガも持ってるのでメンズのやつ、ブラウンにしました。あ、めっちゃかわいい。なんかこれにさ、いろいろガチャガチャしてここにつけたいな。かわいい髪のミュウミュウ、こっちを先ゲットしててね、かわいいね。かわいい、おーかわいい、やっほあの充電が切れて数日後また取り始めました。ね、このバッグめっちゃ使える。その間に結構何日間かこのバッグ使ってみたけど、めっちゃ使いやすい。ちょうどいいサイズ感、このちっちゃいサイズ感にこの収納力、ここにもあるし、エアポッツとかも、なんか鍵とかもエアポッツ入れたり、ここもチャックあって、結構ちっちゃめなんやけど収納力がすごくてめっちゃ使える。
で、あと私中身見てなかったんやけど、買うときに中がめっちゃ可愛かった。中にもチャックになってて、ここの内側にミュウミュウって書いてあるのもすっごく可愛い。なんかこうやって結構ハードめの T シャツとかの時にもさらっと合うし、ルックブックしたんやけど、その時に可愛めのお洋服とか、ちょっとスポーティーめのお腹出したお洋服の時とかも、もう本当に使えて大満足です。今裏矯正の調整中で、今が一番スキッパの時だから笑うのが本当に恥ずかしいなんか次の8月1日の調整でこのスキッパを直していくんやけど、今はぐわーっと後ろに歯をやって、なのでスキッパ次続いてはまだ開けてなかった、ずっと眠ってた。じゃん、何買ったでしょう。みんなとあげたいと思って開けてなかったバッグを購入しました。大きい中間のバッグは持ってるので、ちっちゃいなんかさらっとした時に持つ黒バッグが欲しいなと思ってずっと探してたんですけど、全然なくて、それこそ黒のバレンシアガのバッグもいいなと思ったけど、ちょっとハードすぎるかなと思って、そしたらシャネルでちょうどいいカバンを店頭に置いてたので買いました。嬉しい、めっちゃ可愛いよ。じゃん、可愛い。なんか私結構最近はこういうハードめ、ちょっとモードっぽいメンズっぽいお洋服を着ることがあるので、シャネルを使うと可愛めになったりするからどうかなって思ったけど、これは金具がブラックでオールブラックなので、こういうお洋服にも合わせやすいし、上品なワンピースにも合うかなと思って買いました。よくない？私のいつもお買い物するお友達がいて、その子と一緒に行ったんやけど、その子がもうバニティバッグは一番使えるって言ってずっと押してて、でも自分に合うようなバニティバッグがなくていいなって思ってたところで出会いました、1年越しに。なんかバニティバッグって昔はメイクポーチみたいな感じで使われてたので、こういう感じでミラーがあったり、ここにカードケースがあったり、ここリップ立てだから本当にちょっとどっか行くときにちょうどいい。やだ、めっちゃかわいい。リップ持ってきた。なんかこういうお直しするときポーチまでいらんよね、こういうバッグのときは。うわ、ちょうどやん。え、かわいい。これにお財布でしょ。あ、そう、今回はラムスキンでした。こっちの方がトゥルトゥルしてて、本当はキャビアの方が頑丈みたいけど、この革タイプしかなかったみたい。これとね、プロマックスちゃんと入るよギリギリやけどちゃんと入るよ。なんかメガネとかも入れるかもしれんね。メガネ入るかな、入るかな、頑張ったらいける。ほら、これ多分めっちゃ使えると思う。で、バニティでもこのハンドルがないタイプとかがあって、私はあるタイプだったので、こうやって持ってもかわいい。やだ、かわいい。どうしよう、嬉しい。なんかちょっと綺麗めな格好を着てこようかな。マイネのこの人気のトップスセットアップで、これ予約できるように再販しました。気になってる方ぜひ。わあ、いいね、オールブラックコーデでこんな感じで合わせてます。かわいい。いやー、いいね。斜め掛けしても長さがちょうどいいんだよな。かわいい。でも
私はこうやって手で持つことが多いかな。Tシャツ合わせも可愛いんだよなこれ。でこのパンツも本当に使いやすくて、こういう感じで T シャツ合わせでもいいし、ホワイトの S サイズは完売したけどブラックあるので見てみて、本当に楽ちんなの。こんな感じでね、合わせたらどうでしょうか。いや合うよね、こうやってゆるっとどっかサクッと行くときにこのサイズ感いいよね。2年前ぐらいに買ったこのサイズのバッグはラムやけど、全然結構ガシガシ使ってるけど汚れもなく使いやすい。でもここまでいくとちょっとお上品になるやん。そういう時にこれいいよね。はあ、かわいい、嬉しいな。この時さ、小銭いらなさそうやよね。カードここに3枚ぐらい収納して、もう勢いでうわこの子やって久しぶりに一目ぶれしたパックでした。大切に使わせていただきますこんな感じで私の最近の購入品でした。買いすぎました。頑張りたいと思いますありがとうございました。大切に使います。